開けなさいよ。もうやめてくれ。トールさん、ごめん、起こしちゃって。心配かけてごめんね。シャワー浴びてくれ。全部盗聴アプリで聞いてるから。ただいま。おかえり。なんか疲れちゃった。コーヒー飲まない？こうちゃん？ねっ、こうちゃん、ちょっと今。今は？さすがにカナネーの男とやってきた体はカナネーの前じゃ見せられないよな。カナネ、本当にこれでいいのかよ。コウタ、ひなたのことよろしくね。うん。カナネ、これからは俺、ひなたを守る。うん。コウちゃん。え？なんで泣く？だって俺が守るって。なんだよそれ。私。こいつらのこと殺すよ。ひなたは変わったよ。申し訳ありませんでした。一から這い上がるつもりです。なのでどうか部長の下で働かせてください。来週の虎ノ門地区開発のプレゼンやってみろ。ありがとうございます。すみません。はい。突然すみません。桜井徹さんですよね。そうですが、何か。単刀直入に言うとヘッドハンティングです。え？悪い条件にはしません。少しお時間を。申し訳ない。他の会社に移るつもりはありませんので。そうですか。では気が変わったらいつでもご連絡を。なんでハマらないのよ。女もいるんでしょ。開けなさいよ。開けろ。ごめんなさい、私のせいで。違うよ、全部俺のせいだから。そんな。怖い思いさせてごめんね。でも絶対に守るから。部長に最後のチャンスをもらったんだ。これでなんとか這い上がれるように。誰か警備員を呼んでくれ。トールと連絡が取れないんです。部長さんからも言ってやってください。トールに会いたいの。何してるんだニカ。トール。部長待ってください。お願い。トール、お願い、お願い、話を聞いて。もうやめてくれ。
桜井徹は私と婚約してたのに他の女と浮気してました。二股して私のことを遊んで捨てたんです。やめてくれ。絶対逃がさないからね。行きますよ。部長、部長、申し訳ございません。もうこのようなことは絶対に。おい山崎。はい。虎ノ門地区の開発、お前をプロジェクトの代表にする。赴任先、暑いところがいいか寒いところがいいか考えておけよ。どうした？今日はあいつの家で待つって。どうしてもこうちゃんとハグしたくて。ひなた、もうすぐ終わるよ。海外に。ひどいな。私事ですが、今お付き合いしている人がいまして。お付き合い？本当に優しい子なんです。辛い時にそっと心を支えてくれる。いいですね。だから俺は彼女を幸せにしたい。いや、いい話だな。バカじゃないの。私が人のものを取ってもいいけど、私から取るなんて死んでも許さない。